S70 サンディエゴトロリー3000系、電車3000型は、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴのライトレールであるサンディエゴトロリーで運用される電車。バリアフリーに対応した初の超低小電車として2005年に営業運転を開始した。この項目では、2009年以降に導入された4000型をはじめとするサンディエゴトロリーに導入されたその他の、 超低省電車についても解説する。前形式ともシーメンスが手掛ける超低省電車ブランドである S70 やその発展型となるブランドを採用している。2005年7月10日に開通したグリーンライン向けの車両として2004年に発注が実施された車両。付随会社が設置された車体長が短い中間車体を運転台が存在する。 先頭車体で挟み込んだ三車体連接編成で終電装置は中間車体の屋根状に設置される車体は対抗性高張力項で構成されている車内は障害を持つアメリカ人法に基づきバリアフリーに対応した設備が整っており2機の種電動機が搭載された運転台よりの動力台車がある部分を除き全体の70%が 床上高さ3 9 6ト、mm、ルの低床構造となっている。各戦闘車体の低床部分には、両側2箇所ずつ、両開き式のプラグドアが設置され、下部には、収納式の車椅子用スロープが搭載されている。また車内には、自動車内放送に対応した設備やインターホン、車内案内表示装置が設置されているほか、空調装置は冷房、 暖房双方に対応している。制御方式は VVVF インバータ制御を用いる。2019年現在は11両が在籍し、グリーンラインで使用されている。開業から25から30年が経過したブルーラインやオレンジラインの近代化計画の一環として、2009年と2012年に発注が行われた車両。サンディエゴトロリーの開業時から使用していた線形の 置き換え用として導入が決定した。先に導入された車体長2 7 6 4 5メ、mm、ーの3,000型は3両編成を組む場合、平洋軌道での停車時に車体後部が交差点にはみ出してしまう箇所があり、歩行者や車の往来を妨害する可能性が懸念されていた。そこで四千型は車体長を一ミリメートルに縮めた。 S70US を採用し、サンディエゴ中心部のダウンタウン地区での運行を考慮した設計となった。営業運転時には4000型による三両編成に、加え、既存の2000型との混結運転も実施されている。それ以外の基本的な構造は3000型と同様で、車内の全体の70%が低床式になっているほか、先頭車体の屋根上には、冷暖房双方に対応した。 空調装置が設置されている。車内は乗客の流動性を考慮したレイアウトになっており、両側面に4箇所ずつ存在する乗降扉も乗客の往来に最適な間隔で設置されている。2011年10月3日にグリーンラインで営業運転を開始した後、河川や駅舎、プラットホーム、線路の改修工事の進展とともに2013年にオレンジライン、 2015年にブルーラインへと導入された。これにより1000型は2015年までにサンディエゴトロリーのライトレール系統から引退した。2019年現在65両が在籍する。最後に残った高床式車両である2000型を置き換えるため2016年に MTS はシーメンスとの間に調停小電車 S700 の導入に関する契約を結んだ。 従来の S70 と同様、車端部を除いた車内が低床構造となっている三車体連接車だが、車椅子での移動がより容易に可能なよう、車内レイアウトが改められているほか、清掃の容易さを測るため座席は布張りからビニール張りに変更されている。他にもセキュリティの向上や保守の簡素さにも重点を置いた設計となっている。 車体長は4000型と同様である。2019年4月20日から営業運転を開始し、ブルーラインの延伸計画に伴う2019年の追加発注分を含め2021年までに70両が導入される予定である。これにより、保存鉄道系統であるシルバーラインを除いたサンディエゴトロリーの全列車が超低小電車による運行となるほか、 同社はシーメンスが展開するライトレール用車両最大の顧客となる。ありがとうございます。